棚ナ川はアメリカ合衆国アラスカ州を流れる河川。北アメリカ大陸北西端部のアラスカの有ン川の支流。棚ナ川の流路。フェアバンクス付近のを流れる棚ナ川。この付近では写真から一目瞭然であるように盲上流路となっている。フェアバンクス付近を棚ナ川の陶器の様子。20世紀初頭の棚ナ川の写真。 途中のマンレーホットスプリングスの街に架かる橋。棚田川は、ナベスナ氷河を源流とする、ナベスナ川と、チサナ氷河を源流とするチサナ川とが合流したところから始まる。そこから、アラスカ山脈の北側に沿うように大ね西の方向へと流れる。この川は、アメリカ合衆国のアラスカ州内を流れており、上流部では、アラスカハイウェイと大体平行している。その後、 例えば、フェアバンクス付近で、チェナ川と合流、ネナナ付近でネナナ川と合流するなど、いくつもの河川が合流してくる。そして、約 940km を流れ、タナナ付近でユーコン川に合流して終わる。タナナ川は陶器に氷結する。そして、途中のネナナでは、ネナナアイスクラシックと呼ばれる。春になっていつ氷が溶けて再び流れ出すかという。 書き事が20世紀初頭から行われており、人々の春を待ちわびる思いがよく現れている。1989年、高校の英語の教科書にも取り上げられた。ユーコン川と棚中川付近には、おそらく1万2000年以上前から人が生活していただろうと考えられている。A.B. アラスカートラスガッツァティール・ディローム2010ピアニッシモ10709 11217122ISBN0899332897 弁家アンドクシシング P787 ありがとうございます。